はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。多田翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、戦略を作る時の着眼点についてです。こう戦略を作ろうとしてこう手が止まってしまった時に、それはどんな原因があるか、そしてそういう時にどういう視点、着眼点を持って作っていけばいいかについて話をしていきます。で、この内容は戦略についてなんですけれども、お仕事では企画を作る、もっと平たく言うとアイデアを生むためのこう役に立つ内容かなというふうに思います。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは戦略を作るためのこういくつかの着眼点になります。内容は先ほども言ったように戦略をベースに話していくんですけれども、お仕事では企画を作るだとかアイデアなど汎用的に役に立っている内容になればなと思っています。で、まずこれ私自身の経験からなんですけれども、戦略を作ろうとする、これは経営戦略だけではなくて事業戦略とかマーケティング戦略、営業戦略、プロダクト開発のプロダクト戦略、いろいろレイヤーがあるんですけれども、作ろうとした時に、フレームなどはあるんだけれども、こうなかなか中身が出てこない、手が止まってしまうという状況があるんですね。皆さんはこう新しい企画を考えなきゃいけない、何か新しい方法、仕組み、アイデアを生み出さなければいけない時に、やりたいんだけれども、なかなかこうアイデアが出てこないということはないでしょうか。で、こうしたすぐ手が止まってしまう原因って突き詰めると2つだと思うんですね。で、それは何かというと、一つ目が必要な情報が足りていない。で、もう一つが、こちらがより大事だと思っているんですけれども、問いの立て方が適切ではないなんです。で、前者の情報が足りていない。これは、足りていなければ必要な情報を取りに行くというので、解決していくかなというふうに考えるんですけれども、二つ目の問いの立て方が適切ではないというのは、こう意識していないと抜けがちな視点かなというふうに考えます。これはどういうことかというと、何かこう生み出すときっていうのは、まず私は問い、問題設定から始まるというふうに考えるんですよね。で、そのときに問いの立て方が適切ではないというのは、いくつかさらに分解ができて、問いが大きすぎる、問いが曖昧、具体的ではない、抽象化すぎる。こういったことによって、答えというのもおのずと問いに縛られるので、問いの立て方がうまくないと、答えが出ない。つまり戦略だとか企画を作れないということになります。じゃあどうすれば問いの立て方を適切にできるかなんですけれども、ここから戦略を作って磨くため、あるいは企画に置き換えてもいいんですけれども、3つの着眼点を紹介していきたいと思います。はい。では戦略を作って磨いていくときの3つの着眼点なんですけれども、私は3つの視を意識するようにしています。視というのは、視力、目の視力の視ですね。見ると書くんですけれども、3つの視です。で、3つの視とはじゃあ何でしょうか。順番に言うと、視点、視野、視座、この3つなんですね。で、それぞれ似たような表現なんですけれども、意味するところは違っているというふうに捉えています。じゃあ、視点、視野、視座の違い、何かと聞かれれば、どういうふうに答えるでしょうか。まず、視点というのは、論点の多さですね。で、多いか少ないかというふうに表現ができるんですけれども、なるべくこう視点を、論点を多くしていく。見る、例えば裏だけではなくて表だとか、メリット、デメリットのような、あるいは顧客から見た視点、競合から見た視点といったような、このできるだけ多くの視点を持っているかというのが問いの一つです。で、二つ目の視野。これはわかりやすいですよね。見る領域の広さです。で、ビジネスにおいては視野というのは大きく2つあると思っているんですが、空間的な視野と時間的な視野です。で、空間的な視野というのはこうまさに見ている領域なんだけれども、例えばある市場を見ていたとします。で、その市場だけを見ているのか、周辺領域まで広げて視野を広げていくのかといったイメージが、領域の広さになります。で、もう一つの時間的な広さ、これは何かというと見ている時間軸ですね。あくまでこう目の前の短期的な視野でしか見ていないのか、もう少し中長期、例えば短期的というのを1週間先、1ヶ月先しか見ていないのか、それとも中長期で半年先、1年後、それ以上といったように、どれくらい時間軸を長くとって見ているか、これが視野の広さになります。で、4つ目の視座、これは何でしょうか。
3つの中では視点、視野、視座の3つの中では一番あまりこう普段使わない単語かなと思います。で、視座というのはどの立ち位置から見るかなんですね。つまり高いところから見ているのか低いところから見ているのかです。で、よく視座の例えとして、生物の目に例えるんですけれども、鳥の目、虫の目というのがあります。もう一つ、魚の目というのもあるんですけれども、鳥の目というのは空から上空から地面を見上げるような広い視野を持てるので、高い視座ですねを見るというのが、鳥の目のイメージになります。で、一方で低い視座は何かというと、そうです、虫の目ですよね。地面に張っているような、よりこう地面に近いところで、視座を低いところから見るというのが虫の目になります。で、企業の構造で見ると、視座が高いところにいるのは経営陣ですね。で、低いところというのは現場のスタッフ、現場のメンバーが、虫の目でやっていることになります。で、これはどちらがいい悪い、正解不正解ではなくて、あくまで立場の違いではある。で、もう一つ大事なのは、自分の立ち位置がどの高さ、視座なのか、建物に例えると1階から見ているのか2階から見ているのか、それとも経営陣が常にいるような3階からあえてこう仮想的に自分の中で経営陣になったつもりで見ているのか、こうした視座の切り替え、高さの切り替えというのが大事になります。で、この3つの視、着眼点を企画とか戦略の中身を磨いていくために、どういうふうに設定すればいいかというのを最後に掘り下げていきましょう。で、順番があるかなと思っていて、もちろん一気に3つ同時でやってもいいんですけれども、なかなか3つ意識するというのは簡単ではないかなという気も自分ではしているので、3つ同時ではなくて、1つずつ見ていくといいかなと思います。まずは視座を決めるですね。立ち位置をどこに持っていくか、現場の立ち位置なのか、少し上のマネジメントの立ち位置なのか、さらに上の経営レイヤーなのかというのを決めます。で、次に視点を増やすですね。戦略で言うと、自社だけの視点だけではなくて、競合の視点、顧客からの視点、今の3つというのは 3C というふうなフレームがあるんですけれども、視点を偏らず広く取る、裏と表、メリットデメリットというのをしっかり考えていく、これが視点を増やすための問いです。で、最後の3つ目は視野ですね。視野をなるべく広げていきましょう。で、問いの立て方は、今は短期だけを見ているのではないか、中長期でもっとこう時間を伸ばしたときに、スケール、時間軸のスケール、あるいは見ている領域、範囲を広げたときに、どこまで見るといいのかというのを問いとして立てます。で、こうした視座を決めて、視点を増やして、その視点ごとに視野を広げていく。この順番でやっていくと、3つの視をうまく使えて、こう問いが立てられていくので、止まっていたこうアイデアだとか、こう企画、そして戦略のこう磨いていくことの、こういいドライバーになっていけるのではないかなというふうに考えます。はい、今回は戦略だとか企画、アイデアが煮詰まった時にどういう着眼点で見ていけばいいかという話をしてきました。簡単に内容を振り返っておくと、手が止まってしまう原因というのは2つ、突き詰めると2つだと思っています。1つは必要な情報が足りていない、もう1つが問いの立て方が適切ではない。で、後者の問いの立て方を適切にしていくために3つの着眼点をご紹介しました。視点が多いか、視野が広いか、視座を高くしているか、あるいはあえて低くしているか。で、順番としては、まず視座を決めて視点を増やして視野を広げていく。視野というのは空間的な領域と時間軸での領域、2つがあるよという話でした。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。また、チャンネル登録をしてフォローいただけると、新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方は、ぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。